格ゲやっててて一番爆笑した瞬間教えてくださいうわーこれは難しいですねまあみんながわかるやつで言うんやったらまあ普通にあの憂髪ですよね憂髪のあの格ゲスールですよねうんあれはまあマジで笑いましたね憂助達也という番組で 3D 格ゲスクールっていうまあ自分で好きなキャラを作って対戦させるっていうまあ 企画をしたんですけどまああれはマジで笑いましたねうんまああれかなまあ他に物ってあると思うねんけどまあみんなでも見れるやつで言ったらそれうまってたんけどなんで逆にてんのなあ二年去年かなまあでもゆうたつう俺かなり笑って やってると思うね。やっぱ面白いなんかなんか面白いところるねや,やっぱゆうたつはこいつじゃんないねんけどなんか企画段階でまあとりあえずこんなことやってみるかっていう感じの企画が多いねんけどやってみたらやっぱりあ面白かったなっていうのが多いほんとにじゃあ次いきますスマブラスペシャルには SP5 作目にして DLC 追加ファイターのミエンミエンというキャラが登場し 腕に神経が通ってない代わりに近接も強いダルシムと、えー、や,ゆかなやゆされ、襲れられています。令和になっ,たなっても引き合いに出されるほど、疎通の完成度もまず震えていますが、メンメンはスイッチ時代のゲーム、アームズの出身で、ダルシムは初代疎通からすでに登場しています。今でこそ手足が伸びるキャラクターはありふれていますそうですが、ダルシムはいくらなんでも早すぎないでしょうか。 通常技が超リーチのキャラを作ろうとしても、普通はアクセルみたいに武器を使うのがす、武器を使うのが発想の石の山だと思います。えー、そ,ううそういうコンセプトのキャラは、相当格闘ゲームというものが煮詰まってようやく出てきそうな気がするんですが、最初から言い,ます言います。ダルシムとは、ダルシムとは一体何なんでしょうか確かに本当にすごいよね。ちなみにダルシムっていうキャラは、もともと、あのー、伸びてなかったらしいです、手は。なんかストツーってもう、どんどんどん、そのなんか、キャラ、何て言うかな、笑わせたもん勝ちみたいな、 感じになっていいたらしいんですこれ,、まあ、これもその岡本良樹さんというその元カプコの人の YouTube のあれを聞いたんですけど、あ、それはちゃうかったかなそれはあの、普通の生みの,の,の親の、あの、アルカの社長の何さんでしたっけあ、そう、西谷さん。西谷さんがどっかで確か言ってたんですけど、なんかもう、笑いながら作ってたみたいなんですよね。もう人笑い取ってなんぼみたいな感じになってたらしいですもうその開発中が。だから、ダルシムとかも最初全然伸びてなかったのに、 いつの間にか手が何かしらが伸びようになったりとかガイルも最初なんか普通に髪の毛短髪やったらしいんですけどなんか見るたびに髪の毛がどん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 あの伸びていったりとかなんかそういうのでなんかまあ要するに個性ですよねキャラキャラのそれの風になんか作ってたらしいんですよねだからまあそういう遊び心が生んだ産物ですよね普通に考えたら手足伸ばすとかありえないですよ キャラのいやでもダルシムは俺ほんまに完成されたキャラやと思うねなんか別に納得性があるやん手貸し伸びることに何か伸びそうっていうしかもそれをなんかドットで表現したりとか違和感なく表現したりとかうんだかダルシムが手が伸びんのとホンダがそのスーパー頭巾突っ込んでいくのどっち違和感ありますかっつったら絶対スーパー頭きの方が違和感あるんですよね動き的にだその辺はやっぱりその技術がすごいなと思いますねダルシムは うん、そうテレポートしても別に、あ、なんかしそうやなっていう感じやし、手足伸びるのあるけど理由つけちゃうんだよね。ダルシムはヨガだから <laughs>、ヨガだからですよ <laughs> ヨです。ヨガで手足が伸びるっていう設定は面白すぎるな。今やったら絶対出されへんもんな。まあ、だそういう意味でやっぱストリートファイターはやっぱすごいいいゲームだと思いますわ。だって今は許されないやん。新作ゲーム出ましたっつって。ダルシム。 出したらなんか怒らな怒れそうな感じせへんヨガなん、これヨガですって言ってもなんか納得性は全然ないし、まあ、納得性がないよな、やっぱり。いや、伸びへんやろってなるから、もブランカとかもそうやし、まホンダもあれ、まあ、梅原さんよくあれは日本の恥らしいからね、あのキャラは。<laughs> <laughs> まあ日本の恥ですよ、ね、確かに。あれ、まあ、日本人はああいうことをしてるって思われてるわけですから。 客観落としとか言ってしてないっすからねあんなこと、うん、相撲という競技がすごいその大雑把なものというか、うん、に思われてるよねまあでもダルシンはまあすごい素晴らしいという話ですね最近自分と同姓同名の有名人が出てきたことで何とも言えないやられた感を抱くようになったのですがハイタニさんはハイタニ兄弟に何か思うところはありますかまあ俺のなんとかあれよね幸せはうちょっと損なわれたよね 唯一無二感がなくなくったよね、まあ、俺のそのハイタニのライバルはあのー、酒場ハイタニみたいななんかあったんですよその大阪でなんかさ飲み屋があったんですよだから俺のハイタニでエゴサした時に唯一出てくるライバルがあその町酒場ハイタニだけあったんですよでまあ町酒場ハイタニもまあ素晴らしいんですけど町酒場ハイタニよりはでもまあ俺の方が 知名度があるだろうという感じだったんですけどもうハイタニ兄弟に関してはもうカンプル期までに行かれてるんでさすがにちょっとこれは悔しいですねハイタニとか相手にしてると「あこいつハイタニ兄弟から取ってるとお前いやもうほんまそれなんですよひどいっすよ最近バロやってたらさっきも話したけどあ通り部ですかっつってもうボイチャで いや、これ、通り部じゃなくて、これ、本名なんですよって言ったら、え、またまたみたいな。いや、そんなダメですよ、そんなみたいな。うん。やばい、やばいみたいな。やばい、やばいやつおる、やばいやつおるみたいな。そういう感じなんですよ。とか、なんかその、あのー、バロやってたら、なんか女の子に、だあの通り部ってめちゃくちゃ女性人気があのあるゲームなんですよ。ああ、だから、灰谷さんってもしかして女性の女の子ですかみたいな。で、なんか、 そんな感じだから俺が「いや違います」みたいな言ったらそのちょっとなんかそれ釣ろうとしてるおっさんみたいなハイタニ兄弟でちょっとその寄り添おうとしてるおっさんみたいな感じになってるんですよ今だからちょっとね最近は肩身が狭いっすねまあでハイタニ兄弟がまあ,すまあ人気キャラなんで俺これちょっと思うんですけどエゴサとかでその例えばハイタニ兄弟がめちゃくちゃあの嫌われてるキャラとかやったら俺結構嫌やと思うんですよ だからイメージ悪いキャラやったら嫌やなって思うんですけど、まあ、なか,かなり人気キャラで、なんかすごいこう、愛されてるんで、だからなんかそういうとこでも、まあ、エゴさして、例えば、ハイダニ兄弟出てきても、まあ、そんなに、あ、まあまあ、まあ、間に兄弟みたいな感じだし、まあ、そこでさ、いちいちなんかそのさ、それがすごい嫌な言葉とか言われたらさ、ちょっと自分もなんかめ入りそうみたいな感じなんで。 まあ、それは、そうだね。もうほんまに、ゲームとかの名前でハイタニって、まあ、まず、ポケモンのたけしがハイタニたけしで、あと、ゼットマンっていう漫画にもハイタニっていたんかな。まあ、でも、超珍しいですね。まあ、あとは、ハイタニケンジロだね。うん。ハイタニケンジロは結構言われましたね、子供の時は。うん。あとは、まあ、あの、コナンの灰原で、なんか、いじられたりしましたね。まあ、それぐらいでしたからね。 ハイタニジ女から有名な、うん、あの、高校の教科書にも載ってるような人ですね。名前いじりはほんまにしてるんで、ね、まあそうでしょうね。俺が子供の時に一番理不尽な、本当に理不尽やなと思ってたいじりは、お前なんで男やるのに乙女座やねんっていう。あれはほんまに理不尽でしたね。うわ、お前、うわ、男やる、うわ、乙女座やも男やるのになんで乙女座やねん。<laughs> いや <laughs>、どうしようもない。 ほんまにどううしようもない <laughs> <laughs> だから俺あの「別いぜ」星座の話するのめっちゃ嫌やったんですよ <laughs>。いやセイントセイヤのやつはちょっと上の世代なんですよね。あの俺だってセイントセイヤそこまで熱心に呼んでないんですよ。だからセイントセイヤのそのカニ座がいじられたりとかその乙女座があの社会からその高く評価されたっていうのは多分多分なんですけど俺らよりちょっと俺の 俺今まあ、1986年ぐらいなんですけど、ちょっと上の世代なんですよねで。俺の世代ってそんなにね、セントセイヤの力がそんな強くなかったんですよ。だから、どっちかっつうと、そっちのイメージは強いですね。だから、ああ、セントセイヤのなんやとか、あんまそんなんないっすね。うん、で俺らは、ドラゴンボールとかですね、の世代。ドラゴンボール、スラムダンクとか、優優白書とか。まあ、セントセイヤも一応知ってるけど、まあそんなに別にって感じでしたね。はい。